第1問、サンタクロースが男の子にサッカーボールと自転車をプレゼントしました。ところが、その男の子は喜びませんでした。それは一体なぜでしょうか、ということでした。はい、正解は郡道美玲さん、夏井田松井さん、おめでとうございます。はい、こちらの正解はですね、男の子に足がなかったから、そんなの思いつかない。思いつかない。お前思いついてね、思いついてねえかよ。これじゃあ松井さんから聞きますが、なんでこの回答なんですか？だって別になんか、なんでって言われても、サッカーボールとか自転車もらってさ、別になんか欲しくなくてもさ、もらえたら嬉しいやん。まあまあ確かに。じゃあどうしたら嬉しくないんだろうって考えた時に、これしかなかったから、怖い、怖い。疑問でございます。あなたはある人を恨んでいます。家に忍び込んでその人を殺害しました。それだけでなく、無関係な子供とペットをも殺しました。それは一体なぜでしょうか、というなんて答えたの、覚えてない。はい、こちらの方です。稲葉羽生さんと夏井田松井さん、正解です。おめでとうございます。さすが、言ってましたよ。稲葉羽生さんの回答は、あの世に送ってみんなで仲良く暮らしてもらいたい、優しいですね。優しさじゃん、優しさじゃん。夏井田松井さんは、天国で一緒にいられるようにという優しさ。わかるわかる。全員ぶっ殺して、あの世に送っちゃえばみんな幸せでしょうみたいな回答が出ると、これ正解になってしまいますね。でも、でも一人残されてもさ、辛い思いして生きてくからさ、そう、ね、そこで息投合しないで。言い訳してんだよ。やめて。いや、これは正しいでしょ。ちょっとわかんない、そこのご利用しちょっとわかんないですけども。はい、じゃあ、続いて、ね、こちらです。自分の殺人テクニックに自信を持っている連続殺人犯がいました。今回のターゲットは一人暮らしの男性であり、5人目のターゲットとなります。部屋に忍び込むと、男は足の踏み場もない汚い部屋で寝ていました。殺人犯は気配を消して男に近づき、首を一気に締め上げました。やがて男が死んだのを確認すると、殺人犯は男の部屋を片付け始めました。それは一体なぜでしょうか、ということでした。えらい、なんで。はい、夏井の祭りさん、正解です。またお前か。はい、殺した現場が汚いのが嫌だから、という答えですね。まあ、こちら、公式な答えだと、記念すべき5人目の殺人であり、部屋が汚れているとその栄誉にふさわしくないから、まあ、汚いのが嫌だからっていう感じの回答が正しい回答です。5人目記念なんだ。いや、なんかこう、キリがいいけど記念なんだ。やっぱ10人なら分かるけど。じゃあ松井さん、これなんでこの回答を出せたんですか？なんか普通に祭りだったらどうかなと思って。はい、はい、なるほど。祭りだったら、まあ、祭りちゃん殺人したことあるの？何その質問。どんな感じで殺したの？やめろ、確定みたいな。ちょっと趣味じゃないんだよね。なんか趣味じゃないって。どういうことですか？ちょっと、じゃあ、聞いちゃうとさ、喋んない、動かんくなるから、はいはい、痛めつけて痛そうな顔してるのが好き。ギリギリのリョナみたいな感じですか？うん、はい、あ、別にほーってなる場所でもないね、この話。なるほどね。はい、じゃあ続いてね、夫の葬儀中、そこに来た夫の同僚に一目惚れをした未亡人がいました。その夜に息子を殺害しました。その理由とは何でしょうか？まあ、いきなりなんかね、自分の愛する息子を殺したわけですけども。やばい、ちょっとうちの上。はい、郡道美玲さんと夏井田松井さん、おめでとう。はい、あなたたち仲良しですね。嬉しくねえなー。じゃあ、祭りはどうしてこの回答が出たの？なんか普通に、うん、なんかそこまで深く考えてなかった、ねるちゃんみたいに。あ、なるほど。パッと考えてね、葬式に来てくれたんで、じゃあ、ガーラさ、みたいな。うん、ちょっとわかんないけど、考えて答えてない、パッと出た答えを。あ、そうかそうか、まあ深く考えずね、思いついたものでいいですよね。そう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 。じゃあ郡道先生、あなたはヒッチハイクをしている女性を拾いました。しかし、とても無礼で、不愉快な女性で、あなたはその女性を懲らしめたくなりました。ですが、あなたは女性に何もせず家まで送り届け、あなたもその場を去りました。なぜ何もしなかったのでしょうか？これ1個しかないよね。でも1個しかない。